待て。抽選券と広報券、広報を受けた方は、抽選券配布終了まで。学校教育委員会の調査および公表が不十分であったために事件があった中学校の在校生およびその保護者の皆さん、そして何よりもご遺族様や絶望の淵にあって死を選ばざるを得なかったご本人様に大変ご迷惑をおかけしました。大津市長に代わって深くお詫び申し上げます。大津市としましては捜査機関や第三者委員会を通じて自殺の原因が何であったかという真相の解明を図るとともに、一方でご本人ご遺族やまた事件があった中学校の在校生その保護者の皆さんにとって望ましい解決方法が何かについて真摯に考え取り組んで解決を図っていきたいと考えております。